こんにちは。天馬アカデミー古木亮です。今日は山田電機の閉店リストですね。こちらを見やすくまとめてあるサイトを見つけたんで、その案内というか、その情報をシェアします。こういうふうにね、ご丁寧にリンクついてますんで、チラシそのものはですね、もう一緒ですね。これ多摩センター店。転入しよう見ても、もう閉店するとこね、商品、まあ、適当によそのショップに持っていく、よその店に持っていけない商品を、まあ、さばいちゃおうという感じですね。まあ、ただ、普通のワゴンセールより当然安いであろうことは、まあ、簡単に予想がつくんで、近所にいる方はね、一度行ってみるといいです。で、仕入れに迷ったらね、とりあえず安くて定価からの割引率のでかいもの、で、型遅れとかそういうのなさそうなものを仕入れておくのがいいですね。例えば、電源コードとかね、それから、電球は割れる。投げても割れなくて、型遅れとかあんまりなさそうな商品。まあ、これは割引率大きければね、FBA に入れれば、まあ、売れる可能性非常に高いんで、買っとくといいかなと思います。まあ、何しろね、まあ、閉店ってのはそうそうあるもんじゃないんで、近くにいる方は、ぜひ行ってみてください。東京もね、江東、足立、多摩と、まあ、都内にいる方だったら、23区の方だったら、江東とかね、足立は未知の世界でしょうけど、まあ、多摩はちょっと離れてるんでね、江東ぐらい行けるでしょうし、埼玉の方は蓮田、と大阪の方は、枚方とかね、そうですね、大阪はなんか街中じゃないですね。こうしてみると、やっぱね、書いてあるように、郊外型がもう無理だったと。全く採算合わんということだったんでしょうね。だからちょっとね、外れの方に行ってなかなか仕入れの店ないんですなんて方は、ぜひ山田の閉店セール、覗いてみてください。ワゴンセール。まあワゴンセールってか、ね、そんな定価で売ってる商品があるとも思えないんで、型遅れで安くなっちゃうような商品とかね、どっか持ってて換金されちゃうような商品は危険なんでやめた方がいいですけど、まあ、どうでもいいね。アダプターとか、付属品類とかね、そういうものを、箱がちょっと傷ついてるとかね、そんな感じの、すごく、8割、9割引きとかで売ってるのを見つけたら、結構美味しいです。そんな感じで、まあ、閉店セールというのは、まめに覗くといいことありますし、狙いはワゴンセール。で、ワゴンセールが、なかなかね、タイミングよくやってるとは限らないんですけど、閉店セールは行きは必ずやってますんでね、近くで行ける方は覗いてみてください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。